パパパパーミー海のラジオはい、ということで、はい、はい、本日の動画は何？本日はみんなでワードウルフをやってみよう。ワードウルフっていうのはですね、なんぞやと、なんぞやというところなんですけれども、はい、まあ、仲間外れをね、うん、探すっていうゲームですよ、うん、ワードウルフね、はい、アプリがありますので、私ダウンロードしてきましたので、提供ですか？ノン提供でね、はい、やらせていただきますけれども、はい、そちらを使ってやっていきましょう、はい、お願いします。はい、スタート。はい、強そうじゃない？強そう強そう強そう。季節は夏ですね。夏だね。ん？夏だよね。喋る喋る。夏だ。お前釣られるぞ。池村夏だと見たことある？見たことあります。触ったことある？触ったことあります。池村食べたことある？食べたことはないよ。え、俺ある？いやでも俺もあるかもしれない。俺もあるかも。お前、軽率だな。軽率なんじゃないの？でも、え？え、でも、美味しかった？いや、美味しくない。全然美味しくない。あ、食えたもんではないみたいな。なんか喋れよ。なんか喋れよ。え、食べたことないもん。え、今のままじゃ、あなた持ってかれるよ。うん。右腕が持ってかれたってなるぞ。え？じゃあ育ててたの？育ててた。うん。え、じゃあさ、我々東京に引っ越してきて、うん、実物を生で見たことある？東京で？うん、ないか。いや、ワンチャン俺あるかも。俺どこ？ワンチャンあるか。いや、覚えてないけど、なんか見た記憶がある。分からん、 YouTube かもしれない。あー、うん、そういう分からんけど、うん、YouTube？ YouTube で何でもあるだろ。でもね、俺はね、あえて検索したことがある。なんで？え、見たいと思った。なんで？なんで？あれを、うん、かっこいいから。だって見たら高そう。ああ。いくらくらいするんだろう。ああ。え、捕まえに行ったことある？捕まえる？あれを捕まえる？あれを捕まえる？え？何の話してるの？どうやって捕まえる？どうやって捕まえるか？え？じゃあ捕まえるときにさ、怪我する恐れあり？あり。それはなんで？なんで？なんで？なに、そういう続かれるの？それとも引っかかれるの？それとも挟まれるの？そういう生き物だから。どうやって攻撃する？いや、それやり始めたらさ、もうダメじゃん。いや、いいよ、別に言ったって。言ったっていいです。どうやって攻撃される？えいって。え、声ない。えいやない。こっち側の受け取り手の雰囲気ですね。いてててててて。あー。受け取り手は。はいはいはい。せーの。ユーブラユーブラ。わからんけどそうだね。そうやそうや。いいんか。ってことは話合わんってことやもんね。そうよ。え、違う、そのもう終わりです。いきます。じゃん。おい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 、俺だけ合ってたじゃねえかよ。おい、ザリガニかよ。何やねん、食ったことあるってねえよ。殺し合うなって。いやいやいや、俺あるんだって。なんでねえよ。じゃあ行きます。え、持ってる？持ってる。俺持ってる。家にある？俺はね、ない。うん、俺ある。俺、うわ、いや、多分ないかも。どっちやって感じ。俺ない。俺はある。ああ、あるな。まあ、常ある。レバルはね、ありそう。ありそう。ありそう、ありそう。はいはいはい。最近買った。あ、最近買ったんや。最近買った？最近買った。しかもいろんな種類が欲しいから。いろんな種類が欲しいから。え、でもそんなにあれじゃない？何回も何回も買わんくない？うん、その周期的にはどう？周期的には結構、うん、どんなもん？俺は割と使う方だから、うん、ああまあまあ、まあ、使う方だから、うん、使う方だから結構頻繁に、うん、頻繁ってどんなもん？え、でも1回の時まとめて買うよね。あで、しかも別にさ、その荷物になるわけでもないし、うん、で、小さいのとか大きいのとか欲しいし。あサイズ感。俺かなり攻めよるよ今。いろんなサイズ感欲しいなと思って。はいはい。色は別にどうでもいい。あ、でもどうでもよくはないかな。色の選択肢ってそんなどんなの？基本は一色。一色って言うんかな、あれ。
基本は別にそんな色とかはなくて、それはそれって感じ。色ゆきむら何色に？俺はそんな色の選択肢があるっていう概念がない。あ、そうだよね、うん、小学校の時何色やった？覚えてないけど、でも俺はあのあれだった、あの液体タイプではなかった。液体タイプ セロハンテープ、セロハンテープ、セロハンテープ、ノリ。ノリはスティックタイプとあれかと思って。液体タイプとスティックタイプとあれかな。液体ってワードが強すぎる。セロハンテープ、絶対言わない。液体タイプ、液体セロハン。聞いたことねえもん。それノリやもん。じゃあ次ラストいきますよ。ラストね。それではラスト、よーいスタート。おにぎり、おにぎり、広島、広島のおにぎり、広島のおにぎり、広島のおにぎり。何を言ってんの。え、広島のおにぎり、広島のおにぎりって何？え、違うかな。ラスト問題で一発目からすごいぞ。何、広島のおにぎりって。広島のおにぎり、広島のおにぎりだから、そういう見方はしたことない。うん、まあ別に俺もそうなんだ。よう見るけどね。よく見る。よく見る、よく見る。どれくらいの頻度で見る。どのくらいの頻度で見るか、うん、でも月にだいたい1回以上は。何のために？え、別に目的があって見るわけじゃん。たまたま、うん、何色色は時々によって変わるやろ。じゃあメインディッシュの見るわ。メインディッシュの人もところも時々によって変わる。あ、どこが好き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 。考えたことがないけど、なんかその主要部というかいい感じのところ。じゃあそこに出向いたことはある？上、いや、あ、あるあるある。俺もある。あるあるある。俺はあるかもしれんし、ないかもしれん。あんまり記憶がない、そこ。でもな、あるけど苦手。なんで苦手？嫌だから。うん、あ、何に嫌だを感じるの？高さ。ルイマルの広島のおにぎりは分かったわ。なるほどね、そういうことか。仲間だ。広島のおにぎりは分からない。広島のおにぎり、なるほどね。ああ、そういうことか、分かるわ。今これ完全に擬態した可能性あるから。あーって言って、ああ馴染んできちゃって。その可能性は、その可能性はある。分かるわ、その可能性はある。でもこっちのどっちかやわ。嘘、うん、じゃあちょっと攻めようぜ。攻めようや。トウヤが言ってるのも分かるんや、うん、パーミーだけまだ具体性のやつがないから。あ、そうだね。一回ちょっとパーミー聞きたいわ。はい、そこで何食べたの？だって行った気がするけど、昔だから。何年前？え、分からんよ。あ、てかそういうレベル。ああ、え、最後に目にしたなってなんとなくの記憶で、うん、一番最後に見たのはいつ、どんくらい前？え、そうやって夜の昼夜なさ。え、分からん。なんかふと見えてる。うわ、待って、どっちかで分からん。喋れよ。うん、やべえ、だってパーミーそうしてたもん。分からん。え、でもね、パーミーの言ってるやつもね、全部ね、分かる。それか、あの、表を割って、うん、もうちょっと続けた。で、割って、せーの、トウヤになりました。ほら、あ、これはサドンデスよ。サドンデス、これサドンデスですよ。あと1分だけ。いつ見た？あ、いつ行った？小さい頃。いや、もうね、俺はあの近づいたことがあるかどうかも記憶が定かではない。あ、もうそのレベルね。うん、近づいたことか。けどバービーがさ言ってた修学旅行うんたらかんたらっていうのもまあわかるけど、俺には縁がなかったから。嘘、見かけた時はさ、それで写真撮ったりする？ああ、撮ったりする。最後いつ？え、それから1ヶ月くらいか、うん、じゃあこれ次一斉ので言いたいけど、うん、その今のこのお題になってるやつ、うんうん、といえば思い浮かべる国がどこか、うん、あ、
ていうのをいくよ、うん、せーの、日本。え？え？言わなかった？日本でお二人の声聞こえるよ。あ、じゃあ、待って、何区か言ってる。え、俺それ分からないよ。俺も。え？何区？え？区が分からん。区が分からん。その、もうちょっと、え、俺も分からん。なんか。はい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 。分からん。じゃあ最後一つだけ質問させてよ。うん、いいよ。え、それは日本一？はいか家で。はいか家です。せーの。せーの。はい。はいって言って今。いや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 今口の上。もう分かった分かった。いいえはいどっちも行こうとしたでしょ。分かった分かった分かった。絶対そうよ。どういう意味で言ってるのかによるよ。どういう意味？いやそんなもんね。はいという意味。だって申しで日本一でしょ。申しで日本一。日本一ちゃう。あ俺分かった。広島分かったわ今。でしょでしょ。わかった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 スカイツリースカイツリースカイツリー富士山のね武蔵だ武蔵かだって富士山もさ俺はいって言ったら日本で一番高い山だからはいなでもなんかちょっとこう怪しいはいはいって言ってくれなかったあそう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 うわでもクソハマったな確かに時々によって色変わるもんなスカイツリーって富士山もさ四季によってさ頂上が白い時もあればない時もあるから私1ヶ月俺ら割と頻繁に見るじゃん高速走る時見るいやそうなんよ状況が結構一緒だったからな確かに日本一ではあるだからね、決定的なね、はい、ごもったやつはね、別にごもってないみたいな。変な勘違いをして、たまたま、たまたま当てることができたんだよ。広島のおにぎり分かった。いや、あれが、それは分かる、それ分からんの。俺もうそれで、何もう絶対ルイマルと一緒やなと思ったもん。広島のおにぎり、武蔵っていうおにぎり屋さんがあって、高さが834メートル。武蔵6か。3、4。高さ、言われて、あ、そうだ。武蔵。でも攻めたんやだけどいきなりいきなり突然のねだからお前何を言ってんだと思ったけどいや俺スカイツリーと東京タワーと思ったからいやでもねその問題の傾向的にさそこまで近いのが出てこないよ近すぎるとなんかそのどっちも嗅ぎ取れちゃうから確かにそうだってクワガタとザリガニなんですよっていうのがあったから多分両方一番で攻めてきたんやねだね高さだったんだ高さであのぶつからんようにして高いよねって言ってもそうそう確かに高い規模が違う。俺はルイマルだと思ったもん。何区っていうか何？ああいやそうよね。区じゃないもんね。だから区って言われたから。しかも区だ区みたいな言って、俺分からんぜみたいな言ってるからそうだよねみたいな。静岡とか山梨何区？そういうことね。そうそうそう。いや東京タワーとって思ってたから東京タワーやったらもうすぐ港区がまあ浮かぶし。あそこのスカイツリーだと台東区になるかな浅草だよね江東区江東区になるでも分からんあっちは分からん人の方が多いからえ、分からんなって言ったらあ、同じかな東京タワーはさすがに港区って知ってるんじゃないかなと思ったからはいだけどね、それで一緒と思ったスカイツリーあ富士山、富士山、富士山はスカイツリーだと思ったああ逆にねああそうかそうかそうか分からんもんな仲間と思うよ仲間で信じてこいつだけ訳分からないって言って何が武蔵かって広島って何や何が広島やねん仲間やと思ったやつにお前口ごもったくない一応持ってないって答えるかわいいかわいい無事バレるかわいいかわいい不憫不憫お前仲間じゃないのかわいいから裏切られてしかも刈られて刈り取られた刈り取られたワードがおかしいとかじゃないお前口ごもってる嫌じゃないだから生活しやるうちに自分が狼ってことを忘れてしまって人間のように気づいてあ俺狼やということでワードウルフねとてもこういう感じで楽しいのでみんなもやってみてくださいまたやりたいバイバイ